はい、こんにちは。ギター講師、ウクレレ講師の斉藤正人と申します。いつもご視聴ありがとうございます。音楽理論講座その4です。前回までに3つご説明しました。もう結構頭パンパンになりつつあると思うんですけど、ここでようやく楽曲でそれをアナライズしていこう、今までの知識を使って曲を分析していこうという段階に入ります。ここまで来るとひょっとしたら見えてくるかもしれません。よりね、知識が現実的になってくるので、あ、そういうことねっていうこともまた増えてくるんじゃないかなと思います。ぜひ頑張ってね、ご覧ください。一応今までの動画でスケールですね、ドレミファソラシドは前前半前前前半の半音感覚でね、スケールができていて、それはキーが変わっても同じなんだよと。そして音程ですね、ドからミは3度だよ、ドレミで3度だよっていうこともね、お伝えさせていただきました。あのコードの作り方、まずね、端っこに大文字のアルファベットが来て、その横にマイナーかメジャーかがあって、そしてその次に4和音目をどうしますかっていうのに7度とか9度とかいろいろね、書いてあって、でその上にカッコでテンションノートっていう5和音目以降の音の指示がコードは表記されてるんだよっていうことは、ご説明させていただきました。でね、まあ、特殊なコードいろいろあるねっていうところ でそしてダイアトニックコード、そのキーの中で出てくるコードが大体6種類で、ドミナントモーションというのがあって、基本的に音楽はそのドミナントモーションの繰り返しなんだよ。それが必殺技 でそこに至るまでのストーリーが楽しいみたい なんかそういうところもね、あるかと思います。ドミナントモーションです。 G7 を聞くと誰もが C のコードを聴きたくなるという原理原則でしょうかね。 G7 聴いて最後 Cオッケー終わったみたいな感じですね。はい、これドミナントモーションと言いますね。なんでね、スッキリするんでしょうね、よくわかんないです。はい、そして代理コードとかね、セカンダリードミナント、やりました。これはですね、ぜひ前回までの動画ご覧いただきながら、今回第4回目ですけども、今までの動画もぜひこうぐるぐる回しながら聞いてみるといいと思いますし、もしくはお持ちの音楽理論書とか本が出てると思うので、それと合わせてみると、パッて開いた時に最初全然わかんなかったと思うんですけども、改めて僕の動画見ていただいた後に開いてみると、すごい少し分かるとこう多くなってると思うので、そういうね、勉強もしてみてください。はい、そして今日は早速曲のアナライズということで、いろんな曲、巷にはいろんな曲がたくさんあります。それがどういう風にできているのかなっていうことを分析していきましょう。その分析することによって、やっぱ曲も覚えやすくなるし、把握しやすくなるので、すごく大事な勉強方法だと思います。早速やっていきましょう。今日はですね、こちらオーラリーという曲です。決してラブミーテンダーではございません。メロディーは一緒なんですけども、これラブミーテンダーって言ってしまうと歌詞書いたりとかして、あのちょっと大人の都合がありますので、これはオーラリーです。はい、こちらあの一応無料でフリーダウンロード、下の概要欄からダウンロードできるようになってますので、もしね、紙でも確認したいなという方はぜひあのご利用ください。ちょっと手書きでね、申し訳ないんですけど、汚いんですけども、メモ程度にぜひお使いください。はい、では早速ね、オーラリーやっていこうと思います。まずですね、こういう曲です。3、4、はい、こんな感じになっております。まあどこかで聞いたことあると思うんですけども、じゃあですね、まずこれキーを確認します。ここにですね、調合がありますね。このフラット1個なので、これはキー F ということになります。じゃあ F のダイアトニックコードをちょっと探ってみましょうか。はい、これが、キー F のダイアトニックコードになります。 F メジャー7、まあ、これメジャー7とかなんとか7は抜いてもいいので、1度は F で、2度は G マイナー、
3度は Am、 4度は B フラット、5度は C7、 6度は Dm7 ですね、7度は Em7 フラット5になってます。ちなみにこのキーの探し方って結構こんな感じで表になってたりするので、こちらねぜひなんかご参考にしてもらえるといいと思いますし、まあ結構ネットとかにもねいろいろなところで、あると思います。というわけで、早速やっていきましょう。オーラリーのコード進行、最初 F から始まりますね。で次 G7 で C7 で F、 はい、来ました。じゃあまず F、 出だしの F1 度です。トニックですね。はい、あ、ちなみにね赤いのがトニックです。赤いのが、1度がトニックで、3度マイナス7も一応トニック代理で、6度マイナス7もトニック代理になってます。で、B フラットメジャー7、4度メジャー7ですね。ここが、サブドミナントになってて、そのサブドミナントの代理が2度マイナー7ですね。で、5度7がドミナントです。で、7度マイナー7も、ドミナント、代理のドミナントになります。はい、早速やっていきましょう。出だしのトニック1度。まあ、無難に始まったっていう感じですね。そして次 G7 です。G7。2度マイナー7だったら、2度マイナー7って普通、こうですよね。G マイナー7じゃないといけないんですね。マイナーセブンです。でもここで出てくるのはセブンス、G セブンスなので、この3度の音を半音上げてると、無理やり。で、そして G セブンにしてます。はい、これいきなり出てきましたね。セカンダリードミナントというやつです。で、G セブンが出てきて、これセカンダリードミナントなので、そしたら5度下に下がるかもねということで、1、2、3、4、5というふうに、ここに5度下ですね、ここにドミナントモーション、入るわけです。はい、C7 というコードに、なっていくので、この通りですね。ということはこれは G7 はセカンダリードミナント、セカドミとか言ってまあいいや、セカドミですね。はい、セカンダリードミナントとして、2度7で入っていきます。そしてドミナントモーションで、5度7に入りますね。そしてさらにドミナントモーションして C7 から F って、まあ、典型的なドミナントモーションですよね。で1度に戻ると、はい、 C7 から1、2、3、4、5で F メジャー7にドミナントモーションしてます。ここまで大丈夫でしょうか。1度、2度7、5度7、1度。というわけで、2個目の G7 の音がいきなり調整外になるので、そしたらここにですね、まあ、ここにナチュラルがついてるんですね。で、下に、これ、構成音です。F はファラド、ファラド。で、G7 はソ、シ、レ、ファ。なんですけども、シがねナチュラルといってナチュラルになってます。これ調合で普通シはフラットにしなきゃいけないんですけども、ここではシを、まあ、ナチュラルにすることによって G7 ス、まあね、シの音半音上げれば Gm7 じゃなきゃいけないのが、まあ、G7 になりますよと。で2度、なぜか2度7にして、5度7、1度ってなってます。でこれ2段目も同じなんですね。同じコード進行も同じメロディーなので、最初の4小節を2回繰り返すという流れになってます。これなんで2度7になってるのかっていうところなんですけども、ちょっとここでねフックを聞かせたかったというのもあるかもしれないですし、これちょっと展開させて考えます。はい、ここに、赤い文字で展開形というものを作りました。展開形というのはですね、例えば F だったらファラドじゃないですか。ファからね、3つお団子積み重ねて無条件でメジャーコードなのがファラド。以前の動画でご説明したと思うんですけども、ファラドだったら何でもいいわけです。つまりラドファでももちろん F です。ドファラでももちろん F です。まあただこれ、まあ、厳密に言うと F オン A、 F オン
C というふうに一番低い、ね、あの音が変わったのでオンコードになるわけですけども、この、ね、F のコードを弾いてくださいね。でも一番下の音はこの C とか A オンの音にしてくださいねというものでオンコードになってます。これがまあコードの展開系というものになってます。特にウクレレさんは低い音が少ないので、一番ファの音を弾こうと思っても一番低い音のファの音ってなかなか出せないんですね。ロー G の方でも最低音はソなので弾けないと。なので大体のコードはウクレレさん展開系に勝手になってるんですけども、それも全部 F とかオンコードなしで考えちゃいます。その展開系を使って考えてみるとですね、この F、G7、C7、F というこのコード進行はめちゃめちゃかっこいいんです。なぜかっこいいかというと、トップノートが半音ずつ、加工していくからなんです。例えばですね、これ一番高い音をトップノートですね、赤いやつだとこれだと、ファラドですよね。次 G7 ですね。この G7 は構成音はね、普通の G7 と同じなんですけど展開しているので、 G7 音一番低い音レですね。なので G7onD というコードに、まあ厳密にはなってます。まあ、G7 って言っちゃう場合の方がほとんどですけども、となるとレ、ファ、ソ、シですね。はい、トップノート見てください。さっきのドから半音下がってシになりました。はい、次のコード、このトップノートがシフラットになってます。さっきのシから考えるとちょうど半音下がって C フラットになってますよね。次のコードで、まあ、F on C になってますね。というわけでトップノートがなんとこれで半音ずつ加工できるという進行になりました。でコード進行において前後のコードで順々にこう音が下がっていく、もしくは上がっていく、半音ずつちょっとずつ下がっていく、上がっていくっていうのはすごく滑らかなコード進行として美しいとされます。例えばトップノートをまずバラバラで弾いています。 F のコード、 G7、 C7、 F、 はい、で、そしたらですね、次 F のコードから、トップノートをスムーズにするために1弦3フレットを押さえていきます。 G7、 C7、はい、というふうに見事に、ウクレレだと1弦の音ですね、1弦の音がコードが変わってるプラスさらに半音ずつこう下がっているんですよね。これが美しいとされます。でメロディーがさらにそこに被っていくので、まあ、余計美しいとなっていくんですが、ちょっとウクレレだとね、あのちょっと再現しにくいですけども、というわけでこのセカンダリードミナントの2度7のこの2度7ですね、はい、これなぜここに来るかというと、シの音を半音上げることによってで、コードのド、C7 の音の C フラットのちょうど半音の音をここで作って、さらに半音のね、音を作ることによって全体が半音進行につながる。ビンゴということで、まあ、トップノートで考えた時ですね、メロディーじゃない和音のどこかしらの音が半音ずつこう下がっていく。でエクセレントということになります。より感動的に美しく聞こえるんですね。じゃあこれセカンダリドミナントじゃなくて普通の Gm7 調整内の音で2度 7弾くとどうなるかというと、セカンダリドミナント入れるとトップノート半音で下げます。感じになっていきます。一癖入れて G7 にしちゃった方がなんかかっこいいかもねということで入っています。さらに、ドミナントモーション、ドミナントモーションの繰り返しになってるけど、トップノートが半音進行なんだよという、でメロディーも美しいっていうのが、なってる。裏でそこの半音ずつ下がってるってまた憎いんですよ。理論分かってるとすげえかっけー
って思うんですけども、ほーさっぱりみたいな感じかもしれませんが、皆さんがね、ちょっとでもこうね雰囲気音からね、なんとなくの音の感じでね掴んでもらえれば、まずはね全然いいと思います。2段目は全く同じ行動進行です。これ2回繰り返しますね。そして次3段目、これもまたかっこいいんですよ。メロディーがこんな感じですね。コードが F から A7 でマイナー F7 B フラット B フラットマイナー F。 はい、ここももうネタ盛りだくさんです。まずダイアトニックコードでね考えていくと、 F は1度ですね、トニックですから。次 A7 は、あれ A7 なんてなかったぞ、ちょっと待て、 A7 なんてなかったぞということで、Am7、 3度の音が半音上がって、 3度-7 が半音上がって A7 になるんだなということがここで、理解いただけるかと思います。そしたら5、お、ひょっとしたらドミナントモーション来るぞということで、 1,2,3,4,5 というわけで Am7 に行くはずだと。どれどれ、A7 は3度セブンスになって、そのまま6度下がって Dm、 ほら来た、やっぱりドミナントモーションだっていうことになるんですね。そして Dm から次 F7、 んこれトニック1度だけどもセブンス入ってるぞと、ということは1度セブンス F7 で1,2,3,4,5、ここにドミナントモーションするんですね。 B フラット、やっぱりそうだ、 B フラットだというわけで4度にドミナントモーションしてます。トニックセブンですね。はい、そして次 B フラットのマイナー、あれ4度なのに、4度ってメジャーのコードなのにマイナーになってる、これ4度マイナー。この B フラットの、 B フラットですね、 B フラットの音の3度を無理やり半音下げることによって B フラットのマイナーになります。これですね、よく出てきます。これはサブドミナントマイナーと読みます。これもめっちゃ必殺技です。サブドミナントマイナー。例えば B フラットですね。これ B フラットのコードから。で、B フラットマイナー。で、まあ C と。っていうふうにですね、メジャーコードから半音下がってマイナーコードになるっていうのは、結構このサブドミナントマイナーの確率が高くてですね、まあ、要は泣きっぽくなるんですね。泣きのサブドミナントマイナー覚えておいてください。はい、泣きのサブドミナントマイナーが入って、そしてまあトニックに解決してるというわけなんですが、これねドミナントモーションじゃなくて4度から5度に下がってるので、ちょっとこうなんかふわっと終わった感じになってますね。というわけで、まあセカンダリードミナントとドミナントモーション、そしてサブドミナントマイナー、サブドミナントマイナーがねここに入っているという構成になってます。でこれもやっぱり非常に美しくて、半音進行があるんですね。まず F のドからドシャープになって、さらに次レフラットですね、ミフラットですね、半音上がって、さらに今度下がっていきます。レ、レフラット、ドというふうに、ここすごいんです。上がって下がる、そしてねまた元に戻るという半端ないことが起きていきます。メロディーがっていうフレーズなのに対して、メロディーの一番高い音とか和音の一番高い音を外声とか言ったりするんですけども、まあ、もしくはその下ですね、外側にある音外声です。で中の音内声っていうんですけども、この内声の音はちょっとまあ、ね、外声に比べるとちょっと埋もれやすいんですけども、その内声もですね結構かっこよかったりするんですね。まずメロディーが最初ラーラーラーなんですけども、そこで、ドの音からドシャープに上がります。これ1弦と3弦だけ弾くとなんかそうなるんですけどね、こんな感じです。で次またラララなんですけども、3弦の音がこんな感じで上がります。かっこいい。わかりますか？1弦はで、メロディーは一定で結構単調に聞こえちゃうんで、その他のところをカッコつけてるという感じですね。
こういう半音のね、あのなんか気持ち悪い流れですけども、メロディーと加えるとはい、という感じになります。で、103130後半2小節ですね。ここもレレドと下がるんです。一緒にやってみると、はい、もうねブラボーという感じです。和音と一緒にソロウクレレでね、ソロウクレレ風にやってみると、こんな感じになってます。これ普通にダイアトニックコード内で弾いてみるとどうなるかというと、という風になっていきます、ね、この半音ずつ上がってさらに下がっちゃうというのがね、なんかもうコードの一つ一つがこうパッパパッパ切り替わってますが、一連の流れみたいなものがね感じられて、シンプルなメロディーにおしゃれな色付けっていう感じで、なんかちょうどいい感じですね。そして最後 D7 です。これ6度のセブンスですね。そしてセカンダリードミナントで2度7に行って、あとはね、1段目とか2段目と同じですね。でメロディーがで、コードになってくると、はい、こんな感じになってます。1個目のコードが D7 になってます。1、2段目は1だよね、こうあの F のコードでしたね、ここね。でも最後は D7 というちょっとコードがね変わって、あとは一緒なんですけども、メロディーがまあ違うっていうのもありますし、一癖つけてる感じなんですけども、終わり感をちょっとねこう演出するために、この曲4小節が4段になってて、もうなんかそのまま起承転結みたいな、なんかそういう流れがね非常に分かりやすい定番なんですよ、起承転結って。はい、1段目が起、2段目は小で、そして3段目で転、ちょっと雰囲気変わったぞ、で最後ケツ終わるみたいな、もう分かりやすい流れになってますね。で最後がなぜ D7 かというと、やっぱりこれもですね、はい、トップノートを考えてみると、 D7 ですね、セブンスの音がレのファシャーラドになってて、このドの音がトップノートになってて、ちょっと比べるとドシシフラトラという風に半音進行がここでも生まれてるんですね。F じゃないけども、ドの音が入ってるコードを入れることによって、まあ、また半音進行を違うコードになっても生み出すという、これまたすごい発想なんですよね。で D7 もいろんな形ありますよね。こういう形、2020だったり、バレーするこの D7 もあるのご存知でしょうかね。ミソダシミネックをペタッとくっつけるやつなんですけども、そうすると1弦3フレットがドの音になって、でG7、C7、F。はい。というふうに、ここでトップノートがまた滑らかに、一弦がね、こうドシラ、ドシシフラットラーって感じで、半音下がって、エクセレント、美しいね、かっこいい、なるんです。というふうにですね、半音進行とか、ベースラインがね、半音ずつ下がっていくとか、結構かっこいいとされてるんですよ。例えばですね、C のコードからやってみますと、これもですね、C、C メジャー7、そして C7 と調整外になっ
って、ドミナントモーションして F のコードなんですけども、やっぱりトップノートがねド、シ、シフラット、ラというふうに半音ずつ下がっているので、これもまた美しいコード進行という感じになります。やっぱりここで大事なのはメロディーより目立っちゃいけないということなんで、メロディーが変わるっていうのはもう誰でも気づくことなんで、そこは変えずにさりげないバックを少し変えて、意識はできないんだけどなんか雰囲気は察してるはずなんですよ。でそこを潜在意識みたいな、そういうものをなんかくすぐっていく的なところなんですね。さりげない変化で緊張感を持たせたりとか、抑揚をつけて聞かすというテクニックになります。こんな感じでちょっと今日はね、オーラリーという曲を使ってアナライズさせていただきましたけども、じゃあいろんな曲をねぜひこんな感じでアナライズしてみると、いいと思いますし、今後もね、レッスン動画もね、やっていきたいかなと思います。次はじゃあ実際にこのオーラリーをソロウクレレアレンジしてみよう、一緒にしてみましょうというところで、この音楽理論編がね一応そこで結実するという感じになります。すごいですよね。自分でアレンジしちゃう、メロディーとコードが分かれば、それで自分なりになんか難しい楽譜とかあったら簡単にしちゃう、もしくは自分が生み出す作るも、可能になってくると思います。もちろん正解は一つではないんですけども、よりウクレレライフが楽しくなるんじゃないかなと思いますので、ぜひご説明していこうと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりましょうか。一応オンラインレッスンもねやらせていただいております。ジェイク島袋さん、ちょっとやってみたい、基礎が全くわからない、ちょっと僕と話したい、相談がある、何でも OK です。よろしければねぜひ、下の概要欄カフェトークというところでオンラインレッスンしてますので、ぜひぜひよろしくお願いします。5月以降はまだスケジュール組んでないんですけども、ぜひぜひねご覧になっていただければと思います。この動画良ければチャンネル登録やいいねボタンを押していただけると非常に励みになります。ありがとうございます。ではまたお会いしましょう。また次回バイバイ、頑張って。